はい、からんけんぺー。はい、ということでですね、今回はですね、テニス YouTuber でおなじみの吉田優利選手がオーストリア編で、修行をしていまして、ティエム選手の、お父さんが、コーチをしているアカデミーで実際にやっている練習をして、はい、僕みたいなあのテニス歴1年未満の一般人の方がですね、どれぐらいフォアハンドが改善するか、はい、この基礎練をする前の2日前の僕のめちゃくちゃ汚い、今思えばめちゃくちゃ汚いフォームで打っていた、動画との比較動画がありますので、そちらの方を最後でぜひ、見ていただければなと思います。はい、で僕吉田より選手めっちゃ昔から好きで、結構 YouTube をメインに見る頃からですね、テニス動画を YouTube で見るようになってからずっと見てるんですけれども、はい、あの前回のセルビア修行編に続いて今回も海外でオーストラリア編で修行しているということで、とても、有益な情報をですね、あの視聴者の皆様に、かなり細かく、伝えてくれていると思うので、本当に、すごいなと今回も思いました。はい、でやっぱ動画見るからにですね、本当にあの体を上手に使って体全体で打ち抜くっていうコーチのアドバイス通りに、あのすごいスピンのかかったなんか重くて、深いボールをずっとあの打てるようになってきているなっていうのは、こう僕の初心者みたいな目線から見てもですね、やっぱ思いますんで、こういうボールをですね、あの僕も打てるようになりたいなと思って今回はやらせていただいております。はい、で早速、まあ、ちょっと奥さんに球出ししてもらって、こういう短いところから、フォームを、直すべく、やってみたんですけれども、まあ意識するところとしては左肘を高く右肘を回す、まあ、右肘を回すというか体全体を打ちたい方向に、しっかり回し切る、特にこの右肩をですね、打った方向にしっかり向けろよとおっしゃってたんで、まあ、それをねかなり意識してやってます。で僕片手のフォアハンドがですねとても苦手で、こういう今みたいなこの深いボールですね、後ろのところから打つ深いボールをどうしてもうまく打つことができなくて悩んでたんですけれども、この打ち方にしてからですね、かなりこういう深いところから、力強いボールを飛ばすことができるようになってきたと今感じてます。はい、ただ動画を見直してみると、なんか思ったより左肘を高くできてないなとか、この右足ですね、右足を結構上に上がっちゃってるんですけれども、右足をもうちょっと地面にしっかりつけて、体の体重移動とか腰の回転でボールを持っていきたいなっていうのが、非常に、難しいと思いました。あとはもうちょっとね、左足をしっかり前に出してですね、クローズドスタンスで打てるようにっていう、まあ、練習の方法だったんですけれども、やっぱね、開いちゃったりするんですよね。やっぱ開いた分体がブレるというか、うまく力が伝わってないっていうのは結構、感じました。なので、まあ、あれをですね、まあ、コーチは一個一個丁寧にこう吉田優利選手に教えてて、でそれをですね、しっかり自分のものに、する集中力ですとか適応力っていうのが本当にすごいなと思いました。でもちろんですね、僕の動画見てみると全然吉田優利選手みたいに打ててるとは言い難いんですけれども、この打った後の1秒間で体を安定させろってコーチがよく、言ってるんですけれども、これがすごいこう効果的だなっていうのはね感じました。あと左肘を高く振り抜くっていうですね、ラケットをしっかり最後持って左肘を高く振り抜くっていうのがすごいこうボールにうまく力が伝わるような感覚があったので、この辺はねしっかりまた続けてやっていきたいと思います。はい、あとはですね、ちょっとこの息子のおちびちゃんもですね、僕と休憩挟みながら一緒に今回ちょっと練習したんですけれども、この吉田よりフォアハンドを身を見まれてやっておりますんで、バックハンドもですねちょっとやってるんで、ちょっと少しだけね間に挟んでちょっと見てあげてください。まだまだ続くんで、ぜひ最後までご視聴お願いします。はい、で問題のですね、僕がどれぐらいフォアハンドめっちゃうまく打ててなかったか、まあ、こうやって見返すとですね、その時はですね、あ、そこそこ、まあ、うまく打ててんな、みたいな感覚でいたんですけれども、やばいですね。全然違いますよね、打ち方がもう。こう、左に、オープンすぎて、左に、こう、力が逃げちゃうっていうか、
上に高く振り抜いてないからボールの力が前に全然伝わってないっていうのがやっぱ見ててもわかるんで、もう軸のブレ方とか、いやお前ブレブレの身の能力者かっつーくらい、もうほんと軸がブレてブレて、もう安定してないですよね。あの1秒間しっかり止まりなさいよっていうのが、言いたいことは僕よくわかります、ほんと。はい、でこれが、2回目の練習動画になるんですけれども、もう翌日ですね、前半の動画の翌日の日ですけれども、YouTube もかなりまた吉田優利選手の動画見返しまして、気をつけるチェックポイントとかですとか、自分の、気持ち悪い打ち方の動画何回もちょっと見て、ちょっと研鑽してまた今回、臨んでおります。はい、そうしたらですね、結構スムーズに動きが、なってきまして、昨日よりもですね、高いところで、ラケットを止めることができているような感覚ですね。で、右足も少しクローズ気味に変わってきましたし、足がふわって右足が浮かないで地面にしっかりついて打った後に動いてるんで、ちょっとボールの伸びがまた良くなった感じが、感覚的にはしました。はい、で今回、奥さんがちょっと練習相手というか球出ししかできないんで、ラリーの動画とか撮れてないんですけれども、また早くですね、これラリーとか実戦で試したいなっていう気持ちが、強くなりましたね。はい、で今後ですね、またラリー動画ですとか、実戦でどんどんこのフォームを効果的に使ってですね、どれだけ上手くなったかまた、見せていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してまた見届けていただければなと思います。はい、で僕みたいに仕事しながら趣味でこうやってテニスをやっている人っていうのは、テニスコートに行く時間がとても貴重な時間だと思いますので、今回本当にたった2回の練習で、僕ですらですね、こうやってちょっとフォームが見るからに、変わってきてて、今みたいにかなり、クローズにしっかり止まれて、打てるようになってきていると思います。なのでもう短期間で上手くなるために、これからもですね、吉田優利選手の YouTube、もう何回も、見るとすごい上達が早くなると思います。はい、でこれも動画のですね、終盤になってるんですけれども、多分一番最初の方に比べまして、こうかなり軸がぶれずに体重をボールに前に前にぶつけて、ボールが飛ぶようになっているんじゃないかなと思います。でね、もう世界的なテニスアカデミーの動画を見れるっていうチャンスはですね、本当に吉田優利選手のところでしか多分ないと思うので、今後も吉田優利選手みんなで応援しながらテニス世界を盛り上げていければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。